ございます。最終日最終レースまでいっそいっそ全力で走ります。応援よろしくお願いします。コース5号艇深川真奈美、2レースよく追い上げて3着、ここ2着で 6.17、 3着 5.83 だとちょうどボーダー上です。枠成の3対3、第11レース予選競争、人気は1番大山から3番西村、2番雲野、 1,2,3 ダッシュ4,5,6です。11レーススタートを切りました。3コース4コース5コース4スタートになりました。若干の6、3号艇西村美智子ですが、内側でも伸び返して2コースから握った2号艇の雲野ゆかり、1号艇しかし逃走態勢、3号艇の差し引き波をなぞっています。スタートは前提正常でした。1号艇大山、ここは1の逃走劇、続いて2号艇雲野ゆかり、3番手の末混戦模様、4号艇5号艇3号艇3点締め切って、その間にインコースから6号艇田口も上がってきています。レースは2マークへ、1号艇の大山、2号艇の雲野、雲野が差してきています。1号艇若干ターン流れていますけれども、トップはキープしています。そして3番手争いからは5号艇の深川真奈美、ここ何としても3着欲しい深川が現在3番手争い、一歩リードしています。ただ内側には6号艇3号艇も控えていまして、まだまだ予断を許さない3番手争いです。2周1マーク、1号艇の大山、2号艇雲野、そして5号艇を3号艇が張っていく、内側いて6号艇田口切り込んでいきました。さあ3番手争いですが2点になりました。5号艇の深川、3号艇のチャージを何とか跳ねのけまして、6号艇田口迫っていきますが、この辺りどうでしょうか。伸び比べ若干5号艇深川の方が出るんでしょうか。2周2マーク、1号艇2号艇の後ろ注目3番手、5号艇の深川がしっかり胸を向けていきます。6号艇差しを狙っていきますが胸が返りました。5号艇の深川真奈美、深川現在3番手、内側からしかしまだまだ諦めず6号艇タクシーになっていますが、想定感は2停身ぐらいです。ラインがクロスしていきました。3番手争いです。5号艇深川しのげるか、ここ何としても3着欲しいところ、それに対して6号艇の田口小回り旺盛になっています。くるりと回って6号艇田口、さあ田口がまたやってきた、5号艇の深川危うし、6号艇田口内から追いついていきます。6号艇田口、田口が迫っていく、迫っていく、3番手争いサイドバイサイド、ラストコーナー、1号艇大山、2号艇雲野、そして6号艇を外握った5号艇深川、深川全速強襲、6号艇いきなり乗っていますが、ちょっと号艇も流れています。先頭は1番大山降臨、2番雲野2着の降臨、3着5番深川降臨、後ろ6番4番3番の順で降臨。以上第11レース予選競争でした。